京都駅烏丸口付近です。えらい顔してはるけど、どないしたん？今日は丼ものの撮影予定だったので、朝から何も食べていないんです。それなのに、そのお店は跡形もなくなっていて、予備で考えてたお店にはその商品は予約していただかないと。もう空腹かつ走り回ったので、糖分が足りないんです。というわけで、巨大おはぎの松屋製菓さんへ行きます。買うときにお箸いりますか？と聞かれるぐらい巨大です。ただネットじゃ甘さとお米の評価が同じ店かというぐらいばらけてるよな。私たちにはどうなのか楽しみです。烏丸7条を西へ到着しました。おはぎ330円、成分表あり、素晴らしいです。これはありがたい。でかすぎやろ。これはやばいですね。水飴使われてるのがよくわかる食感。あんこのつぶつぶ具合は超好みです。味はくどくはないけど甘いな。あとあんこの割合が多すぎる。お米はなんというか柔らかいというか、べちゃっとしてるけど固め。ではまとめましょう。私の好みではありませんでしたが、好きな人が多いのもわかります。見た目のインパクトすごいし、お土産にええんとちゃうかな。あんこの粗さはマジでよかった。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。気になった人は自分で食べてみてや。味覚は人それぞれやしな。